黒歴史。結構名前って結構変えられるんですか。名前は、いや一回決めたら、あ、そうなんですか。そう、まあ一応 800MSP っていうお金、払うと変えられるんだけど、はい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 、俺は有名プレイヤーしかもアベルだしな、これ強いんだよこの人、なんか PP3000 あるしさ。あー、これ KSK さんなんか全く同じコスだしねこれ俺のアベルと。ケイスケ自演するな。お、さあアベルでやってた時、うん、ユンと何回かやりました。ユンマジきつい、マジきつい本当に本当にきつい。てか転ばされてさ、はい、もう雷撃臭とかで固められるとさ、もう雷撃を落とせなくて、はい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 、でもうなんかどうしたらいいのか分かんないマジでどうしたらいいのか分かんなくてキャラ変えたそしたら誠でもきつかったこれマジきついよ。じゃあ俺がマジきついんですけど、そうこの人マジきついんだ。あーうまい、今のもうコンボ、あピヨル、ま、ミスらない、次でピヨっちゃう。あーめっくりー、あーゲージ持ってなかった。あーここまでやっても勝てない、うん、かなりいい勝負だったのに本当にめくりとか絶対見えないんだよね。あれあれ半端ねえな、あのセットプレー、あれタダが来ましたけど、タダ君が来た。もうあれだろ、あの井上君見に来ただろなんだかんだね、ギルティとかブレイブルーの人たちはみんな、ね、井上君見たがるからね。おーすげえなー、これ結構見てる方寒いんじゃないですかね。これいや今のマジ面白かったよ。大丈夫